号令です。昨日の個人総合で 9.90 を出して持ち点グナウ、そしてザハローと並んでトップです。ソビエトのクラスノヤルス、シベリアの少女エレナ・ライムシナです。さあおなじみ曲はカリンカです。イリナ・ソコロワさんが振り付けたということを聞いてますけども、そうですか。これはカリンカはもうその顔から漢字がね、曲と一致しないと面白くないんですね。ああ、なるほど。さあ、そのカリンカ、曲とライムシナ、どうでしょうか。ダブル宙返りです。テンポダルトからダブルに入ってますので大変難しいですね、はい、この辺を見ていただかないと。ちょっと顔が見えないんですが、いい顔してやりますよ。表情豊かですね。はい、2回転です。かわいいですね。そうですね。ロシアの少女らしく、まあ、本当にこの曲はこの人にぴったりですね、もうこの人のためにあるような気がしますね、振り付けもいい、それから演者もいいですね、踊り手もいいですね。手拍子が続きます。さあこのタップリングはダブル宙返りのドッペルですね、持ち点が 9.90、 エレナ・ライムシナの床運動です。さあ何点が出ますか。今のタンブリングの部分です。2回ひねり、2回ひねりもよくひねってますよ、着地も高い姿勢で終わってますから、はい、この辺 の、 こうあの最後の動きに入っていくところがいいですね。そうですね、もう1万人近い観客、もうほとんどの方が拍手、これ随分動いてますから疲れているんですけど、ここで最後の力を振り絞ってよく抱え込んでますね。屈伸のドッペルで終わってます。得点が 9.80 です。 9.80。 さあこれで